マツダでの認証不正は合わせて5車種対象者は15万台ですでに生産が終了しているアテンザやクセラなど3車種では衝突試験で試験車両の不正加工さらに生産中の2車種は出力試験でエンジン制御ソフトの書き換えがあったということですがマツダは 引き続き乗車しても安全性に問題はないとしています国交省による立ち入り検査は今月認証不正が明らかになった5社全てに行われたことになります